2023明治安田生命 J1 リーグ第5節、横浜 FC 対京都サンガ FC の一戦もお楽しみいただきます。さあでは改めて横浜 FC のスターティングメンバー予想フォーメーション 4-2-3-1 です。今日は左サイドバックが橋本に代わって和田で、右のサイドハーフ山根に代わって近藤、まあ、2人ともちょっとコンディション軽い怪我などがあったようですけど無事に戻ってきました、はい、京都サンガ FC です。まあ、今日もおそらくこの 4-3-3 のシステムになるかと思われます。まあ、うまくいっているものは変えないと言いましょうか。メンバーはそのまま継続してきましたね。そうですね。ララセカンドボールを拾ってシュート坂本がまずファーストシュートを放ちました。いいですね、入り方としたらまずシュートを打っとくというところで長井のフィード、長谷川ゴールとキーパーも出てきた。おっとこれは拾った小川チャンス、ゴールが空いてます。チャンスですね。前を向いてシュート、若原が胸で処理してクリア、白井です。ちょっとゴールキーパーと、あ、これは戻りオフサイドを取られました。パトリックヒヤッとしましたね。ゴールキーパーと、まあ、フィールドプレーヤーのコミュニケーションがうまくいかなかったんですね。ヒヤッとするシーンがありました。京都板野フリックから左サイド入れてきます。ヘビング来ましたね。シーズン4ゴール12分先制に成功しました横浜 FC。 クロス上げるときに切り返しからのクロスだったんですけど、ここでワンタッチで上げればいいのになと思ったところもね、中にいたんでも、はい、でもこの切り返しからね正確なボール来て、小川選手のもう打点ねドンピシャでしたね、はい。佐藤に対して近藤が寄せましたが佐藤が耐えます。さあ左の武田、中は揃ってます。武田クロスよくパンチング、ただ佐藤のボレー、もう一度拾って木下、これは打てない。こぼれ球さらに佐藤、ゴールキーパーの永井がよく耐えました。京都のチャンスは続きます。しっかりしてみたいですよね横浜FCとしては。そうですね。おっとパトリック、はい、うまく回り込んだパトリック、マーカーを出し抜きました。34分京都タイスコア。パトリックがもうマーク外してね、ここ入ってこれましたから、とかが振り切られて、まあ、いいボールといい入り方でね。競り勝ったセカンドボールですが跳ね返します京都。そしてパトリックと入れ替わって山田スルーパス。さあ木下、木下、木下シュートだー、ひっくり返した京都サンガ FC。横浜 FC 育ちの木下が取りました。まあ、横浜 FC のこの、ね、リスタートから横浜が勝ったんですけど、このセカンドボールのところでこうパトリックが、ね、うまく前向きの選手山田に渡して、まあ、このロングカウンター、まあ、今木下もこれ足出してきたらまたでも抜ければと思って蹴ったのが遅れた足に当たってね、はい、また回り込んできますパトリック。これはゴールキーパー弾きました。そのゴールキーパーのところでしょうか、競り合いにファウルを取りました。山本主審です。ちょっと味方同士でぶつかったような感じもありましたけどね。どうしますかね、ちょっと続行難しそうな雰囲気ですけどね。しかし変わりますね。
市川は今シーズンリーグ戦初出場になります。ここはスローは白井に任せます。山田来ました、白井折り返しシュート、そう最後はなんとか合わせたんですが木下です。デザインされたコーナーキックになるでしょうね、はい、中央山崎、はい、またしてもデザインして見事に合わせました京都サンガ FC。 ファーから中央へ頭で見事に捉えました山崎、コーナーキックで2得点、京都1対3。佐尾が入れました、はい、こぼれだ、トンボール井岡でしょうか、いや井岡ですね、まあ、するといいボールでした。やっぱりこの三沢のキックはね、ゴールキーパーが弾いたボールが井岡に当たったんですね、はい、ワンツー、さあえぐった山下クロスですが、ここは金子がスペースを埋めています。試合が終わりました。 J1 での初対戦、横浜 FC 対京都サンガ FC。 先手を取ったのは横浜 FC でしたが、その後京都なんと4得点、1対4、敵地で京都が大勝です。